はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回遊ぶゲームはこちらのジャッジアイズ死神の遺言を始めていこうと思います。いやー、寝かせて今になっちゃいましたけど、龍が如くスタジオの新作でこれって発表を聞いた時はもうひっくり返りましたよね。体験版はやったことあるし、龍が如くシリーズも散々一応触ってはきているんですが、アクションゲームが得意にはなっていないので、標準的な難易度ノーマルでいきましょう。で、明るさ設定なんですけど、まあ動画で撮るっていうこともあって、うちの環境ではこんくらいがベストかなって感じやけど、やや明るめでいきます。で、オートセーブ機能は、録画ミスが怖いのでいい絵にしとくけど、後々変えるかもしれない。まあこの辺はうちのさじ加減で裏でちょっと様子見て変えときます。いやー、体験版はやったことあるんですけど、それと最初は一緒なんかな。まあとはいえ、体験版やったの2018年やったみたいなんで、先確認しといたんですけど、ほとんど忘れてる気はします。さようでございますか。最初はイケイケ、もちろん私どもがお力になります。イケイケなんやな。あ、ご安心を。源田法律事務所弁護士源田隆三さん、この人がこの事務所の。ああ、うちの矢神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。主人公の矢神隆之。はあ、いつまで続くんだろうな、この矢神人気はよ。嫌みったらしい。沙織ちゃん。先輩。源田法律事務所です。ええ。矢神は弊社の所属弁護士です。おしゃれしたら可愛くなりそうやのに、もうそんな時間ないほど忙しいんかな、普段。広崎。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。やみったらしいよな。新谷正道ってやってるかな。まいっちゃいますよ、あの裁判はまぐれもあったってのに。は当たり前だろ、判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。刑事事件ばっかやっ元がゴロつき上がりでもだ。やってんのかな。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。どういう態度。あのな、取ってほしい。勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。めっちゃ先輩風。どうしてもということでしたら、すかされてる。うちの新谷が言ってます。矢神より経験豊富な弁護士です。押してくれてるやん。聞いたか。確かに。あ、お前のおこぼれが回ってきそうだ。そういう、いちいちうるせえな。そういう受け取り方すんのか。そんな、本当ですか。まあ、その点新谷なら、ええ、無罪。でもそんな、でもちょっとうっすら覚えてんな。無罪は取ったことないですね。この後、めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%、とんでもない数字ですよね。そこまでとは思ってなかった。え、ああ、どうしても親神を。なんだよ、やってらっしゃ。みんなうるさい。そこまでうるさくなかった気もするけど。はい、ええ、まあ内容が内容やしな。本当に間違いないんですね。うん、わかりました、伝えます。どうした。矢神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って矢神が無罪にしたあの殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。
ちょっとやっぱ覚えてるわ。首を刺したって結構衝撃的やったから。大久保くんがエミちゃん、印象に残ってる。大久保くんとエミちゃんって呼ぶぐらいの中には、なんでだよ、こう弁護する関係で仲良くなってたってことやんな。でもこれやってるしな、やってるやんな。やっぱその大久保っていう人が前の案件でもしっかり殺人やってて、シャバに出すべき人間じゃなかったってこと？この辺もまた後々深掘りされていくんかな。でもこの様子だけ見てたらもう完全にやってるやんな。血やって浴びてるし、目も決まってるし、何よりこのもうやってるもん。別に替え玉の違う人が実は死んでるとかでもないし、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。やっぱほんまやったって。連続殺人鬼、うん、大久保新平の手によって無罪なんてもっての他の完全殺人鬼やったってこと？まあ、で時は流れ、覚えてるもんやな。なんか結構このシーンも覚えてるわ。そのヒゲめちゃめちゃうまいよな。そこまでこちら矢する必要あんの？海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。この後めちゃくちゃすんのに。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？矢上探偵事務所調査員海藤正春。あ、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。海藤さんは肩身だ。面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。慎重にな。慎重にっていうのを肝に銘じときやって思うねんけど、この後な。こっから俺も後ろにつく。ウェイウェイ、邪魔邪魔、チュートリアル集団邪魔くすんだよ。なんでここまで人に絡めるかな。ほんで、八神さんも八神さんで絡んでくし。なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。そこまで念入りな。いや、チンピラに因縁つけられてつい変装もしたのに。ってお前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ。キルちゃんみたいな格好してるやつおる。こいつらは肩身。海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。手出して大丈夫？この体術も誰に教わったんやろ。マジなのこいつ。カモン。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。キリちゃんのファンか。あちょってか。よっしゃ、この野郎、うちの上等じゃねえか。リハビリ頼むわ。いやー、この龍が如く、一番最近プレイした龍が如くはセブンやからさ、セブンはコマンドやったから。ちょっと待って、攻撃する。1、3、4、5、6が三角。あれでもなんかハマってる感じしんひんな。ちょっと待って、3、4、5、6、これできてんのか。あ、いや、なんかタイムカウントダウンされてるやん。え、あ、やったクリアした。いや、でもちょっと待って、めっちゃ忘れてるわ。敵をターゲットこう固定するのってどうするんやっけ。 L1 で敵の攻撃をガード。ああはいはい、防御ね。防御は、あはいはい。いや、ちょっと待って、ここは良くない気がする。はい、あれ、あ、違う、こう、はい、これでいいの？ OK、 ありがとう、優しいパンチを。
ほんで、あ、そっか、そっか、 R1 で構えながら、ちょ待て、 R1 で構えながら、はいはい、これで動く。やばい、基本的な動作結構忘れてる。で、これで、あ、すえ、ほい、ほい、あら、ほらほら、ほい、ほい、やった、もうやっていい？あ、敵や武器を掴んで、敵を掴み、投げ、あ、え？あ、ほんで極みね。そういうことやな、 EX アクション。敵に攻撃を当てると、EX ゲージが溜まります。それで三角でアクションできますよ。もう極みとは言わへんのや。あ、めっちゃ溜まった。チュートリアル様様。やばい、めちゃめちゃ下手くそになってる感めちゃめちゃ自分で感じますよ。これはここでいいですね。この車の主には悪いですが、いいね。でも車めっちゃ綺麗。ほんで、あ、自由に倒せばいいの。あ、そんなこともできるの？なんかスライディング。でもさ、カメラをこう、ヤガミさんの常に後ろにこう、シュッて回すのってどうするんやっけ？あ、うち今投げました。ちょっと待って、ほんまにリハビリするわ。あ、走るの×か。そっかそっか。なんかさ、あ、おっと、なんか走ろうと思うと、ついついなんか L スティック押し込んじゃう。ちょっと待って、バイオの癖が抜けてない。思い出せたような思い出せてないような気がするけど、とりあえずカメラはこのボタンを押すと、このボタンを押すと背後にくるっと回ってくれる。で、自転車いいもんある。 EX アクションする。お決まりの自転車。あ、自転車懐かしい。いや、懐かしのなんかアクション見れて、ちょっとなんか感慨深くなっちゃうな。はい、お疲れ。いや、でもちょっとリハビリ足りひんかも。これ今後皆さんとんでもないアクションを見る羽目になるかもしれへん。残念な方向に。ごめんな。やっぱ思い出すの結構時間かかるかも。ほんでここで全部脱ぎ捨てちゃって、イケメンを晒してしまう。何のために変装してたん？終わったよ、準備運動が。カイトさん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。ピンク通りね。人気が減ってきてる。分かった、早く来てくれ。いや、俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。そんなに大乱闘したのに街の人たち何にも動揺してないの、もうさすがカムロ町の住人やな。ピンク通りの方向って言ってたな。あ、ピンク通りね。で、確かなんかピンみたいなの立て、ああ、そうピン立てれるんですよね。で、これでオッケー、向かおう。ダッシュ移動、バツを押しながら。ちょっとさ、バイオの癖が抜けてへんくって、ダッシュしようと思ったらついつい L スティック押し込みしたくなっちゃうねんけど、ちょっと L スティック押し込み、ああこれね。でもこの状態でも、この状態でも走れんの？ごめん、なんかみんなは寄っちゃうかもしれへんな。でも、でもなんかこんなになんか自由度高かったっけ、この主観移動。あれもうなんか全部新鮮に感じる。あー、なんか街観光したい。めっちゃなんか懐かしい気持ちになってる、ノスタルジックな。あー、でもまあ行きますか。ダッシュ移動しながら、こっち？ダメだ、もう尾行がバレる。遅かった？俺は一旦離れるぞ。あと頼んだ。そんな、まだ追いついてないって。まだしょうがねえだろ。だって、とにかく急げ。見失ったらお前のせいだから。街見たかってんもん、ま、そういうこと言う。こっちで合ってる？ピンク通りやからこっちで合ってるやな。あ、土地勘はまだ残ってるな。あ、よかったで、あ、エンジンはまだあるんや。てかこれ今このカムロ町はいつのカムロ町や。なんかセブンやってたりもするし、なんかよく分かってないぞ。あれエイジアン用があんの？追ってた探偵はどんなやつだったっけ。そういや、やつの、おいあれ、もしかしてセリフ送り自動、ハンチング帽にジャケットの組み合わせで、額にほくろ、特徴的なほくろがあるな、武将ひげ。やばい、セリフ送り自動で行っちゃう。それちょっと困るな。よし、それらしいやつを探すとするか。
で、あーこれでなんかジャッジアイズっぽいなんか独自のあれや、龍が如くにはなかった尾行ターゲットサーチモード。まあ気になる人をシュッと R2 を押して調べたらいいんですよね。まあぽい人は、あ、これで一応人相も拡大して見れると。え、あの人、あ、でもちょっとヒゲの感じ違う。これは、あ、ん、あ、でもほくろないから違う。あ、でもなんかポイントはもらえるんや、間違ってても。え、そんなの、なんか絶対、あ、この人ちゃうの。怪しいな。この人っぽいけど全然関係ない人をやって、なんかポイント貯めた方がいいとかないの。切れ長でもないし、うん、違う。そわそわしてる男。え、どうなんやろうな。むしろすぐ犯人見つけた方が良かったりする？こいつっぽくない？あ、うんうん、ほくろもある。ほくろが決定的やな。追いついた、例の探偵だ。百匹と喋ってんの？ヒヤヒヤさせなくて悪かったよ。よし、調査完了。で、あいつを尾行するんや次。ふわっと思い出したな。でどうするんでしたっけ？教えて教えて。尾行ではターゲットに気づかれるような行動をとると警戒ゲージが上昇します。それがマックスになったら失敗で、見失っても失敗。はい。じゃあなんか隠れたりできるんちゃうかったっけ。ターゲットは不意に矢神の方向に振り向くなど、こちらを気にすることがあります。あ、ちょっと待って、今、ちょっと待って、それは勝手にやんな。この際ターゲットの視界に入って警戒ゲージがマックスになってしまうと尾行失敗です。え、一回振り向いただけで半分近くそのゲージ溜まるん？カバーポイントに隠れている間はターゲットに気づかれません。まるで実際にカバーしてみましょう。はい、ズーン。え、これで減る？カバーをしている間は移動できません。タイミングを見て、まるでカバーを解き、タイミングを見失わないように追いかけましょう。これゲージは減るんやんな。あ、なるほどなるほど。もう出ていいんちゃう？あ、違う、出て、見失っちゃう。オッケー。あ、画面内に収まっていれば見失ったことにはならんのかな。オッケー。ただの通りすがりの人ですよ。あ、すいません。あ、ちょっと近づきすぎか。これ隠れられてんのかな。これで振り向かれたら逆に怪しいやつちゃう。普通に歩いてる方が怪しくない気すんねんけど。あそこに隠れる必要あるかな。いや、大丈夫。割と近づいても平気なんじゃん。あれ、ここ隠れられへんの。ここ行けると思ったのに。やばいかな。大丈夫。で、次の隠れポ、うん。ちょっとあんた。はい。ああ、うちかと思った。そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。大家さん。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。カモル町歩いてて。次はもうないわよ。大家さんに鉢合うって。この辺に頼むわね。それじゃ。この辺に住んでんの？この辺家賃めっちゃ高いやろ。やべやべ。借金してるくせに結構いいとこ住んでんのかな。それとも探偵業めっちゃうまくいってて、お金それなりに普段あるけど、それを全部浪費してたりすんの？とりあえず、あそこの、待って、車の裏まで行って良さそう。え、割と行けるやん。結構近づいてもいいんちゃうの？振り向くって行動全然しいひん。あの集団にも紛れられる。待った、ごめんね。え、ってか、おっと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 、よかったよかった。なんとなくでここに紛れ込んだけど。え、このサラリーマンの3人はこの客引きに合ってんの？客引きっぽいよな。え、客引きについてったらあかんって新宿でめっちゃ注意してんで。え、で次隠れるポイント。
次隠れるポイントはここ、どこ、どこまで行っていいの。え、次、あ、あの集団、あの集団隠れられる。あ、違う、え、なんか自販機で買う感じ、あったかいを買おうとしてる、寒そうやし。でも割と気づかれへんな、ほんま。んで、あ、なんでもない。あれ、でもこれじゃ見失っちゃう。ちょっと待って。あ、いや。え、どこ。あ、いた。やばい。でもこっち来ちゃう。え、どうしよう。どっか隠れるポイントある？ない。気のせいやけど、どうしよう。見失ってないよ。そこにいんのはわかってる。焦らさんといて。え、めっちゃ警戒してはるやん。ちょっと、ここでタバコでも吸おっかな。あ、やばい。え、やっぱあの集団に戻った方がいい？ここあるやん。ここめっちゃいいやん。あ、オッケー、ここや。あー、隠れるポイントしっかり把握しとくのが大事やな。今からこんな感じで大丈夫か。え、何？海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこは入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。あ、天使行く？ハト飛ばそっか。あ、空からもう追っかけよう。お、ドローン使うってか。そんなんあったな。先回りしてスタンバっといて。分かった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。いいから、お前は探偵見失うなよ。探偵業で実際ドローン使ってる人っていたりすんのかな。八神さんだいぶ先取りしてる？それとも実際にいたりしてその人を参考にしたとかあったりするんかな。あ、チャンピオン街の方曲がってった。やばい、見失っちゃう。まあでも大丈夫やろ。大丈夫やんな。誰もいませんよ。え、どこ行くん？あ、曲がった。小牧のおじいちゃんのと、なあ、道場があった場所。そこ袋小路やで。ここが目的地か。この辺はもう忘れてんな、うち。あ、終わり。なんとかできたな。探偵を尾行する。終わり。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今鳩を飛ばした。お、見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい？上、アクティブサーチモード。まあ、さっきの犯人の人相を調べるのと似たような感じちゃうの。あい、あ、かわいい。これは、あ、こういうのもしっかり調べられるんや。これは鳩じゃなくて猫だ。いや、それは分かってるよ。あ、でもなんかポイントはもらえる。え、本物の鳩もいたりする？これは鳩じゃなくて鳩だって言ってくれる？他にも、あそこにドローンがあんのは分かんねんけど、他にもなんかあるかな。いや、ドローンは分かってるよ。八神さんはどこだって言ってるけど。まあでもなさそう。素直にドローンやっとく？犯人は？あ、犯人にも別に。お、あいつこんなところで何をするつもりだ？あ、一応調べられるしポイントもらえるけど、この他は別に何もないんかな？めっちゃタバコの吸い殻あんな。ここ汚っ。チャンピオン街クリーン運動した方がいいんちゃう？で、まあやるか。あ、オッケー。見つけた。じゃあスマホだって。ハトの映像を送ってやる。でもドローン使うほどの相手かこいつ。あ、なるほど。目的を見つけた後もちょっとそれなりに、もし猫探してない人がいたら調べたりもできるってことね。他にも何かあったりしたかな。
手際がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。めっちゃ解像度高い。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ難しそうやもん。誰かいるぞ。え、探偵の他にもう一人。あ、ほんまや、ドローン役に立ってるわ。やっぱ待ち合わせだったな。しかし見た顔だ。確かカムロ町で競馬の飲みやってる。ズームしてこの綺麗さってことは、あの探偵借金も返さねえで博打か。ああ、世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。おお。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど、踏み込むなら今か。見てな、人稼ぎしてくるよよし、行ってこい、タホ。しくじんじゃねえぞ。なんぼ巻き上げてこいって言われてんの？借金額がピースファイナンスクラスやったら、今行っても回収できひんやろうしな。とりあえず行っていいんやんな。行っていいんやな。え、怖っ。この後どうなんだっけ？はい。え、でも大して持ってへんで。どうも。いい俺だね、借金返済に足りる？なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ほう、ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ。うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたなよくバレへんかった。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。一応ね、探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。まさかドローンがいるとは思わんよな。おとなしく払うも払いな。ふん。確かに持ち合わせはある。あるなら出しいや。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。そんな美味しくならへんって。あ、よくそんな全然仕事。まだ今度だ。え、どうやって点火したん。なんでそんなもん。どこにそんなもん隠して持ってたん。こういうことを想定してたってこと。やつが逃げた。やばい。出たよ。何やってんだお前。え、ごめん。くそ、絶対逃がさねえ。あ、センスか。なるほど。ちょっと待って、チェイスめっちゃ苦手意識あんねんけど。チェイス始まりました。チェイス中は自動で目標に向かって走ります。行く手を遮る障害にぶつかると距離を離されてしまいます。 L 左右の移動やボタン入力 OK。 とりあえず走るのは勝手にやってくれる。マル、はい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 、 OKOKOK。 だからもう避けることに集中したらいいんですよね。あ、間違えた。ちょっとついうっかり三角を押しちゃいましたよ。まる、このうっかりが致命傷になったりする。いやいや、まさかね。まだまま大丈夫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 。あ、まるちょい、はい、オッケー。今結構焦るな。反射神経を問われるけど、まっ、結構距離あるやん。まだやばい、集中しな。とりあえずジャンプ系の障害物はないけど、なんか投げてくる。あ、間違えた。やばい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 、なんかつい違うボタンを押しちゃいますよ。あれ、どこ行った。あれ、見失ったんじゃ。あー、曲がった。目標を捕まえること、丸で捕まえられる。え、あ、こんなに距離離れてんのにもう捕まえられんの。やばいやばい、龍が如くブランクが半端なく感じる。この野郎。はい、
避けて。おうちのおらん方が往生際が悪いよあんた。絶対八神さん運動神経いい。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。あ、これやるか。 やってくれるか八神さん。やってくれない。うちに頼るな。え、フィジカルスイッチで演武一戦を切り替え。ヤガミは現在の演武という戦い方の他に一戦という戦い方を心得ています。演武は集団戦を得意とし、一戦は1対1の戦闘を得意とする戦い方です。ほえー、ほんでじゃあちょっと待って、切り替え、これで1-1。なるほどね。じゃあボス戦とかは多分1対1が多いと思うから、そういう時は一戦の方がいいんかな。こいつもボスっちゃボスか。ほら、まあまあでも戦闘においてはそんな、今はまあね、序盤っていうこともあって強くないな。ほらほら、あ、でもなんかヒートアクションし放題だ。ヒートゲージ使いまくってる。えんかえんか、ヒートゲージ貯めたい、もっとやりたい。もうちょっと死なないで、我慢して、もう一発ぐらいさ。あ、でもピコっちゃったよ、ピコっちゃったよ。死なないで、待って待って、もうちょっと、もうちょっとでゲージ溜まるから、死なないで。ちょっと待って、こっちおいで。あ、まあ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 、いいや、こっちおいでこっちおいで。でもでも、どうしたらいいかな、どうしたらいいかな。半端なことしたら死んじゃう。溜まりきらへん。え、もう一回殴るけど死なないでね。はい、あー、くそー、もっとヒートゲ、ヒートアクション試したい。ヒートアクションって言っていいんかな伝わるとは思うけど、何だっけ、 EX アクションか。お前も探偵って言ってたな。はい、これでも名前は今さら名刺交換でもないだろう。こいつ顔イケてんなって、こっちの探偵も思ってんのかな。八神だ、神室町の八神探偵事務所。知ってる？ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな、こんな取り立てあるか、訴えてやる。え、おい、あ、え、あ、おい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 、訴えるだ、てめえ偉そうに言えた口か。めちゃめちゃ、おいおい、え、めっちゃやるやん。あれ、こんな、海藤さん、ちょっと、なんだよ、何が探偵だ、ヤクザじゃねえか。うるせえ、借りた金返すのにグダグダ言いやがって。あ、ちょっと、やりすぎたらほんまに。諦めな、その人を怒らすとマジで怖いよ。あ、わかった結局力でネジ伏せてる。でもこういう計画やったんかな、もともと。え、カイドウさんは仇なん。え、お嬢際が、この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。いや、綺麗な形はしてるよ。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろいや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。間違いなく、これっていうわけには、弁護士バッジ多分いきませんよ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る。でもやっぱ相手が悪いと思うよ。かっこいい、このシーンはめちゃめちゃ覚えてる。あー、で、神室町に戻ってきてか。ここからはもう体験版にもなかったよな。賑やかな夜を楽しむなら神室町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。お、顔聞かせてんな。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織、東条会。あ、東条会。神室町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、ブイブイ言わせてんのか。危険も増えていく。まだ、例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの説得。え、運動神経やば。
闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。それでこの機動力なん？チームワークいるんじゃん。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。え、たった一人も？それはちょっとおちょくられてんな。でも最近神室町で最大の話題はこれ。え？連続殺人だ。え？この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。また関西なん？構想中の東条会が見せしめにやったと言われている。オウミもまたなんでこっちに？え、これこいつも目をえうられてますね。え、3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。なんやそのメッセージ性のある。そんな街の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、はあ、海藤さんは元東上会系のヤクザだ。でも元なんや。足洗ってんの？そして俺は矢上貴之は3年前に法廷を離れた弁護士でもある。うん、離れたんや。やっぱ俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。なるほど。弁護士の資格はもちろん持ったまんまやけど、まあ、弁護士としては働いてなくてあくまで探偵としてやってる。え、でもなんか事務所の立地めちゃめちゃいいとこ借りてんな。セガのゲーセンの裏？めっちゃ家賃高いやろ。それなりには儲かってんのかな。チャプター1、モグラ。モグラ。で、事務所。え、でもおしゃれめっちゃ、なんか。あ、まあちょっとキッチンはおしゃれじゃないけど。え、なんかレトロなゲームまで。でもなんかいい感じやんな。これ、今月分の給料ね。悪いけど、残りはまた。少なそう、なんか。お前の分か。いや、こいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。え、そっか、やってきてない。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。源田さんとは。うちの得意様にそういう言い方やめない。まだつながりあるんや。なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。え、ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。1万円も。それは言わない約束だろ、お父っつぁん。え、めっちゃいいよ。本当にお兄ちゃんしてくれてるやん。え、この二人の関係性もめっちゃ気になるよな。どこでどう出会って。でも元ヤクザやったとはいえ足抜けて。え、そのさ、ズボンの感じめっちゃキリュウちゃん。もうキリュウちゃんに思いを馳せてしまう。え、ファン？ファン？なんか髪型の感じもちょっとだけ似てない？似てないか？よ。でもなんかもう、全然まだどんな人かよく分かってはないけど、この人は信用して良さそう。吸えてる？ちゃんとタバコ。灰皿使いや？どうぞ灰皿。でもここキッチンとか見たくなっちゃう。ガスコンロがあって、ずっともうカップラーメンとか大したもんは食べてなさそうやな。ラーメンうどんよりラーメンの方が好きなんかな。このケトルもコーヒー入れてる感じじゃなくてカップラーメンのためのお湯しか沸かしてなさそう。あ、でもなんか可愛いレシピは書いてるやん。これなんかどこぞの、龍が如くセブンやったっけな。なんかどっかでもこのメモ見たな。でも、可愛いなんかレシピのメモ書いてあるけど、絶対それ作ってへんやろ。なんかめっちゃチェックしたくなっちゃう。
ここは事務所兼もう八神さんはもう自宅みたいにしちゃってんのかな。ベッドとかはないけどもこのソファーで寝ちゃって、ここの家賃ほんま半端なさそうやもん。家賃なんか事務所の場所変えるだけでもだいぶお金浮くんちゃう。でもオーディオデッキにはなんかこだわりありそうやな。なあ、なんか曲聴けんの？疲れた体を癒す音楽鑑賞レコード、レコードプレイヤーがあります。あー、まあまあこれから手に入れてったらかけて楽しむことができるんやな。あー、でも今は何も持ってない。あー、あれは？ここも今何もできひんのかな。部屋にインテリアを飾ってみるか。え？クローゼットかスピーカーの上に置いてみよう。え？あ、でもこれも何も持ってへんのかな今。アイテム選択。あー、でも、後々なんか、あ、こっちにも。今、観葉植物が置いてあるけど、あー、なるほどね。まあ、これ、しまって、また違う場所に置くみたいなこともできるんやろうな。へー、なんか、事務所をデコれるってことね。楽しそう。ありがとうな、1万円。そういや、天下一通りのコンビニ、限定もんのどら焼きがあったぞ。え？箱入りのやつ。コンビニに？源田先生、筋金入りの和菓子派だったろ。なるほど。じゃあ手土産はそれだ。でもそれを知ってるってことが、は、それが1万円もしいひんことも分かってるやろ。そうか、1万円ぐらいするんかな。はい、え、まあいいや。なんかもう、もうキリない。なんかもう、なんぼでもこの部屋だけで喋れんねんやけど、今回はここまでにしようと思います。じゃあ次回は手土産を買うところからになるかな。いやー、ちょっとワクワクが止まらへんな。でもうちのアクションの腕もめちゃめちゃ心配で、そっちはちょっとドキドキが止まりませんけれども、今後ともお付き合いいただければ幸いです。はい、ということでここまで見てくださってどうもありがとうございました。また、あ、ここ狭かったまた次のパートもよろしくお願いします。うちが配合霊でうんざりした顔してる？え、ごめんな、八神さん。頑張ってこう。はい。ではでは、またねー、バイバーイ。あ、倒しちゃった。